やばい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 、やばい、早村さん後ろ気をつけて、マジでマジで危ない、マジで危ない、気をつけて、やばい、やばい、早村さん絡まれたらいい編集に行くからね、無理な、マジやばいよ、過去にやってやってるせいで俺の怒られが無理、電化持ちは無理、電化持ちって言われた無理だよ、信用がならんから、なんでーやばい、これはまずい、よしよしよし、ハゲツ後ろだ、リングさんそれやめて、やめて、ああ、やめなさい、やんないから、やんない、何もできないから、いや信用できない、ああ、何もなかったらやられた、やればよかった、違う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 、今のは跳ね返って、今のは跳ね返ったやつが当たったの、マジごめん、リングさんしか死んでねえじゃないよ、マジごめん、本当にごめん、いた、今のは違う、今のは投げてるよ、夏子さん、おい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 、なんだ今の、森さんの今日すごい、ごめん、タイムレスやめろー、タイムレスは強い、はい、普通に、普通に非常に面白くないです、普通にやばくて、前に行けたら全然平気やわ、前言わないやなって思った、ファイブリさんナイス、2個みんなしばき合ってますから、ファイブリさんちっちゃくて当たんない攻撃が、前に行こうの利点が非常にさっきのは夏ぴょんが来たからね、あの投げて夏ぴょん潰してくれって言って前に投げたやつが当たんなかったんですよ、夏ぴょんに。で、夏ぴょんは普通にケツにつけてるのを吸って死んだんだけど、最初に前に投げたやつが跳ね返ってリンゴさんになぜか当たったっていう。じゃあ夏ぴょんさんが悪いです。でも僕、キノさんですよ。キノさんにわざわざ緑投げなくてもよくないですか、いやいやいや、キノさんだからこそですよ。なんとなく夏ぴょんさんが悪い気がする。よしよしよし、おい買収されてんなリンゴ、リンゴさんからのヘイト買ったらお前注意走れねえからな、リンゴさんがそこでクラクションを鳴らしてたら多分 5,6 人からヘイトを買ってた、終わってた、終わってた、この人に逆らったら街歩けない、一人だけ範囲攻撃してくるからな、俺何にもしてないのにずっと最後ファイヤー投げられてたからな、いやハイブリさんは2位と3位のゴール前なんで、あれは当然です、そうね、はい、はい、その通りです、その通りです、すいません、リンゴさんに逆らないようにしないとな、これすみませんでした、僕は悪かったです、僕があそこで木野さんに言ったのは悪かったです、すみません、はい、いいですよ理不尽やな、伊豆さんに抜かれちゃった、最後なんかギリギリ抜けましたね、1点差で負けちまった、もう温まりましたよ、だいぶ手は、俺は頭が温まってる今血が昇ってんやん、うん、うまい、ダジャレは、ダジャレ、ダジャレ、ダジャレ、え、頭が温まってる、あ、そっち、着眼点が違うんだ、全員なかったそれ、全員ちゃんと納得したよ、温まってるの方の意味が違ったからね、最近よく使うダジャレです、私が、温まってるんだ、温まってんだ、